ボタン港の戦いとは、第二次世界大戦末期の1945年8月12日から同16日まで、満州国のボタン港市にて展開された、大日本帝国とソビエト連邦の戦闘。日本の第五軍の一部は、この戦闘の間、大日本帝国陸軍の主力が、より防御しやすい位置へ交代できるよう、赤軍の第五連合軍と第一、 赤旗軍の進軍を遅らせようと試みた。双方の死傷者は多かったが、赤軍は急遽組織された日本側の防衛線を突破でき、予定より10日早くボタンコーを占拠できた。それにもかかわらず、ボタンコの日本の守備隊は主力部隊を退避させるという目標を達成した。ボタンコでの戦闘に先立つ同年2月、ヨシフスターリン率いるソ連は、ヤルタ会談にて、 ナチスドイツ敗戦後の3ヶ月以内に対日参戦することで同意した。この期限を守るため、ソ連と西側の連合国は協力して、極東地域に補給物資を備蓄する必要があった。一方、赤軍はシベリア鉄道と共に増援部隊を派遣した。日本側は、この増強を監視していたが、9月中旬までにソ連の攻撃準備ができるとは信じておらず、8月に、 攻撃が実際に始まった際の日本軍は不意をつかれた形となった。満州防衛を任務としていた関東軍は、この時までに日本軍の主力戦闘部隊から抜け殻へと弱体化しており、ほとんどの重装備や熟練の部隊が除かれた結果、関東軍の平均効率は戦前と比較して3割以下であった。一方で、赤軍は特定の地形や、 敵の防御に対する経験に基づき、独所戦に参加したヨーロッパ方面の部隊から最高の部隊を生戦した。東満州の防衛の要はボタン港に拠点を置いていた北聖一率いる第一方面軍であった。この方面軍の霊下には第三軍と第五軍があり、この戦闘では清水機区の第五軍が中心となった。 ソ連の攻撃を受けた際における全体的な戦略は国境付近にて最初の交戦を起こし関東軍の主力部隊を通過し周辺の要塞地域へ交代させるというものであった。しかし日本側にとって不運なことにこうした計画に必要な部隊の再配置も通過の要塞化も戦闘開始時には準備ができていなかった。一方ソ連軍の戦略はそれとは 正反対のものであった。相対的に安全な退却から関東軍を妨害するため、ソ連邦元帥のアレクサンドル・バシレフスキー率いる赤軍指導部は、翼包囲陣形による電撃強襲や日本軍が退避する機会を得る前に、動揺させ包囲することを計画した。東満州にて第一方面軍と対峙していたのは、吉林の選挙と朝鮮半島からの満州の切り離しを、 目的としていたキリル・メレツコフの第一極東戦線であったが、これらの命令によって、メレツコフの部隊はボタン公市とハルビン市の中心部を通過することとなった。ボタン公への進軍を先導したのは、第一極東戦線の戦力の半分を占める、アファナシー・ベロボロドフの第一、赤旗軍及びニコライ・クルイロフの第五連合軍であった。4月5日に、 日ソ中立条約を破棄していたソ連軍は8月8日深夜に日本の海来政権であった満州国へ越境し戦術的な奇襲を果たした。これに対して大本営は大蘇全面軍事行動の開始を命じ日ソ間の戦闘が本格的に勃発した。最初の構成には第5軍の第124師団、第126師団、 第135師団が対応した。ボタン講師への主要な陸路は、市の北と東にある日本の山道であったが、ソ連側はその両方を利用し、第1赤旗軍は北から、第5連合軍は東から攻撃した。赤軍は最終的に前進に成功したものの、特に戦車の被害が甚大で、陰付された対戦車砲や爆薬を背負った特攻兵が、 戦車に飛び込む肉弾攻撃に加えて折からの集中合うと相まって進軍を困難にした。8月12日までにソ連軍の攻勢により第5軍は母体行使を中心に半円状の地域に押し込められていた。ソ連軍が勢力を伸ばし続けた一方最初の攻撃で戦線を縮小させていた日本軍が体制を立て直したことで 全区域での抵抗が強まっていた。ソ連軍は損傷した戦車を修理して戦線に再投入して日本軍を関心かつ落胆させたものの戦車部隊の損失は増え続けた。第257戦車旅団の例では当初戦車65両を保有していたものの最終的に7両まで減少した。日本軍の損害も深刻であり8月13日の朝には 日本軍の兵員、物資を乗せた軍用列車がソ連軍の戦車部隊の奇襲攻撃を受け、列車は破壊され、日本兵約900名が戦死、その他列車30両、迫撃砲24門、車両30台、小銃800丁、機関銃100丁を損失したが、乗っていた第135師団長、瞳よ一中将はかろうじて生存した。その後、数日間にわたって、 第124師団がボタンコー周辺の要塞化された丘陵地帯から抵抗を続け、そこからソ連軍の進撃路を攻撃した。ソ連軍は日本軍を無力化するため、戦車と砲撃の優勢を利用して、これらの丘陵を一つずつ奪わざるを得なかった。日本軍の重要な拠点であった小月山における戦闘では山頂が完全に吹き飛ばされたように見えたほど、 ソ連軍の攻撃は大規模であった。対戦車砲と特攻兵による肉弾攻撃は未だ健在であり、8月14日にはステイリング付近の日本軍がソ連軍の戦車16両を直接攻撃し、さらに戦車5両が5名の特攻兵による肉弾攻撃で撃破された。しかし、こうした攻撃は日本兵個人の強心的な攻撃精神に依存しており、 ソ連軍戦車を破壊したものの日本軍の人的損失は非常に大きかった。8月15日には小月山の陣地を突破されたため主力は安し安東京城方向へ一部はボタンコ式田川へと交代した。ボタンコー周辺における予想外の抵抗により第一極東戦線司令官メレツコフはボタンコーの早期攻略を諦めて第五連合軍を ボタンコーシ南側へと迂回して進撃させ、代わりに第一、赤旗軍がボタンコーシを占領するよう命令を変更した。8月15日、ソ連軍の猛烈な進撃に危機感を覚えた第一方面軍司令部は、第五軍へ交代を命じ、第五軍の交代に応じて、ボタンコーシ周辺を守備する第126師団もわずかな守備隊を後衛として残して、 ボタン港市西側へ交代した。8月16日午前7時には、ソ連軍による最後のボタン港市への攻撃が始まり、ロケット砲が残存した日本軍守備隊を粉砕し、戦車と不評がボタン港市を攻撃するため前進した。しかし、第一赤旗軍がボタン港市の東にあるボタン港を渡ろうとしたところ、3つの橋すべてが、 日本軍に破壊されており、対岸の大火災が、剪定による上陸も、不可能にしていた。それに対して、ソ連軍、第22狙撃兵士団は、市街地よりもさらに北で溶かし、守備隊を背後から奇襲し交代させた。これにより、第1、赤旗軍の大部分が直接溶かし中心街への攻撃を開始した。赤軍は11時頃までに守備隊の猛烈な抵抗に、 直面したため、ボタンコウの建物一部屋ごとの制圧を始めた。13時頃には、守備隊は、市内南部、東部、北西部から追い詰められて、ボタンコウ外の放棄を決定し、破壊された建物から抵抗を続ける、少数の部隊を残して交代した。第1、赤旗軍がボタンコウ市中心部を占領すると、ボタンコウ市南側へと迂回した第5連合軍は、 交代命令が伝わらず、現人地を守備していた日本軍第278連隊と遭遇するとこれを包囲攻撃して大損害を与えたが、連隊は最後の万歳突撃を行った。生存者は安し安おび王道側湖方向へ分散して交代した。その日の終わりまでにはボタン校自然域がソ連側の手に落ち、市街地を巡る戦闘は終結した。 その後まもなく、関東軍の主力が、昭和天皇の玉音放送の通りに降伏し、ボタンの戦いと、第二次世界大戦は幕を下ろした。機動性と大胆な攻撃により、第五連合及び、第一、赤旗軍は150から180キロ進軍をして、目標を10日も前倒しで達成し、ボタンにて大勝利を収めた。急速な進軍は、牡丹ン前方に、 強固な初期防衛線を設置するという日本側の計画に先手を打ち、日本軍を早期に撤退させその戦力を分散させた。しかしこうした成功にもかかわらず、激しい日本側の攻戦や赤軍の主戦力がその先人に追いつけなかった事実は、日本の第5軍の大部分がすでに標準以下の5割ほどの戦力でありながら撤退できたことを意味する。ソ連の指導層は、 この結果を受け、撤退する日本軍が未だ非常に大きな戦力を構成すると認めたが、これ以上の大規模な戦闘が起こる前に終戦を迎えたためほとんど問題にならなかった。双方の犠牲者は多く、日本側は戦闘に参加した第5軍及び第1方面軍の他の例下部隊から死者9391名を含む総計2万5千人の存亡人員と、 大砲104門の喪失を報告した。それと引き換えに、彼らは7000から1万人のソ連兵に損害を、与え三300から600両の戦車を破壊したと主張した。これらの主張は、実際には過小報告されていた可能性もある。ソ連側の計算による、満州作戦での第一極東戦線の損害は、戦死、捕虜、行方不明者6324人。 負傷者、傷病者14,745人を含む、総計21,069人としており、少なくともそのうちの半数は、ボタン校での戦闘中に損害を受けた。ありがとうございます。